はい、ルルカです。皆さん、Amazon サイバーマンデーでお得な商品購入することできましたでしょうか？ルルカもね、何点かお得な商品購入しました。そしてね、最後に面白い商品をね、追加で購入しましたので、それに関してね、お話ししようかなと思います。これに関してはね、もはや次回予告と言っても過言ではないと思います。紹介する気満々なんでね。で、その商品何かというと、こちらになります。はい。Fire 7 Tablet っていうことで、すでにルルカは Fire HD 8と Fire HD 10っていうのをね、持っているんですけれど、このね、Fire 7に関しては持っていないんですよね。今回のセール中に、この端末に関しても 45% オフ、2700円引きで、なんとね、3280円でね、売られているんですよね。この時点でもさらにね、ポイント 1% だったりとか、プライム会員であればね、3% ポイント還元ということで、かなり激安で売られているんですけれど、昨日もね、動画で紹介したんですけど、こちら、上の方に表示されているんですけれど、2台同時購入でさらに2000円オフということで、この Fire 7もね、2台購入すると2000円引きになるんですよね。一つのね、端末単体としては2280円でね、購入することができるって形になるんですよね。2280円で現行機のタブレットってほぼ存在しないと思うんですよね。中華系の Android タブレットだったらあるかもしれないけど、まあ、現行で出続けてるものっていうのになってくると、なかなかないと思うんですよね。それに関しては、現在進行形で出てるね、一番最新モデルっていうことになっていますので、まあ、最新モデル出続けてるもので、1000円台前半。これはね、もうもはやネタだろうなと思って、ついついね、購入してしまいました。で、さらに、やっぱね、どうせ買うんだったら、2000円台っていう響きが欲しいので、2台買いました。はい。お前ね、2台使わねえだろみたいなね、バレる方もいると思うんですけど、まあ実際使わないと思います。すでにね、Fire HD 8に関しても何回か起動してね、全く使ってないんで。なんですけれど、やっぱネタにするならね、安く購入したっていうところを出したいなと思ったんで、そのためだけにね、2台同時購入しました。これも前回の動画でお話したんですけれど、ドンキホーテのバニラビザギフトカード。これをね、9% オフで購入してきて、チャージした。Amazon ギフトで購入していますので、さらに 9% オフとかされて、ほぼ2000円で購入できたっていう形になっています。安いっすよね。はい。使える使えないは知らないです。まだ使っていないし、大体想像はつく性能だと思います。まあ、もともと期待していないんでね、大丈夫なんですけれど、今回ね、最後の最後で面白そうだったんで、Fire 7をね、購入しましたよっていう購入報告とね、まあ、これに関しては、そのね、2000円で購入できたタブレット、どんな感じで使えるよっていうね、ネタ動画上げる予定ですので、まあ、それの次回予告という形になります。あと少しで Amazon のサイバーマンデー終了するんですけれど、2台同時購入で2000円オフっていうのに関しては、Fire 7と Fire HD 10同時購入とかね、違うね、Fire シリーズと同時購入しても2000円オフになります。それこそね、Fire HD 10とか購入する際に、データでね、Fire 7を購入すれば、まあ、それこそね、こちらに関して2000円引きって考えるとね、1280円とかでね、購入できた形になりますので、まあ、スペックとかに関してはね、そんなに期待できるものではないと思うんですけれど、なんだろうね、こういうガジェット触ってる人間だと、2000円とかで売られてるね、こういうタブレット現行機っていうのが、まあ、逆にすげえ気になっちゃうっていう。まあ、高いね、ものに関しても気になるけど、なかなか手が出せないんですけれど、こういうもうね、ありえないぐらいの値段だよね。2280円になっていて、なおかつ送料も無料で、みたいな。このタブレットどうなってんだよ、みたいな。まあ、そういうものをね、触るっていうのね、すげえ面白いんで、今回ネタ的にね、購入してみました。今後もいろいろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。